はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日は、こんな感じで車2台となんか怪しげなテープがあると思うんですけれども、まあ、ちょっとあのミニッツをウレタンコースで楽しまれている方々はですね、まあ、この季節特有の問題というと多分ピンとくる方いらっしゃると思うんですけれども、特にですね、まあ、ここ数年あのレディセットシリーズ、ミニッツ RWD を中心にですね、冬場ウレタンコースで走らせると、まあ、ちょっと静電気だと思われるもので車が、通信が切れる、またまあノーコンっぽい感じになるということですね、多くの問い合わせをいただいてます。で、大体は、まあ、12月から2月ぐらいまでが一番多発して、まあ、暖かくなる3月以降はほとんど発生しなくなるんで、まあ、季節柄乾燥シーズンに特化して起きているのかなという印象なんですけれども、まあ、ここに来てですね、あのミニッツエボシリーズですね、まあ、受信機と、ベース基板があの別体型になっているミニッツエボシリーズの、まあ、RWD の基板と同じフライスカイ社製の、ノーブル NB4 の送信機 と、それに対応した、モジュールユニットで走らせているお客さんからですね、いくつか同様の、まあ、問い合わせ等がありまして、まあ、先日あるお客さんのシャーシーを、まあ、ちょっと私の方で、まあ、ユーザー相談室に送っていただいたものを私の方で検証してテストしたんですけれども、一つですね、結構あの有効な解決策になるかなというものが、見つかってですね、ちょっと今日はそれを紹介したいなと思います。具体的にはまあ、本当にこういう静電気除去テープなる、普通の市販品です。まあ、たまたまこれは、トラスコ中山株式会社のものなんですけれども、こういったものですね。これですね、まあ、こういうの使ってみたらどうっていううちの営業の担当がですね、普通にアマゾンで買って私に手渡してくれたものなんですけれども、まあ、ちょっとこれを使って先日そのお客さんのシャーシーをいろいろ試した結果ですね、まあ本当にこれこんな25ミリ幅の5メートルのテープなんですけど、まあ、ちょっとこのツヤツヤしてるところが剥離紙になってて、これ剥がすとあのノリがついてて貼れるようになってるんですけれども、これをまあ、ちょっとこの MR03 エボのシャーシーで見ていただくとわかるんですけど、こんな感じでまあ、切ってですね、シャーシーのこの仮面、まあ、03だとこの電池ボックスのあたりですね。ここにこんな感じで貼ってみたところ、驚くほど改善しました。実際ちょっとそのお客さんの答えをですね、まあ、当日の走らせた場所のコンディションだと、まあ、場合によるんですけど、まあ、3周だったり5周だったり、割とすごい短い単位で、まあ、その、なんつうんですか、通信切れる状態がありまして、まあ、その中で電源一旦切ると戻るんですけれども、まあ、ちょっとそれだと全然走らせられないので、ちょっとまあこのテープを使ってですね、いろいろ試してみました。で、シャーシの上に貼ったりとか、そのモジュールの間巻いてみたりとか、レシーバーカバーの上に貼ったりとか、まあ、上の方に貼ったりもしてたんですけれども、上だとまあ多少マシかなっていうぐらいにしかならなくて、まああの、お客さんなんかには上にあの、実写なんかでよく見る、あの、静電気の放電のアルミテープ、ああいうものを貼って対策されてる方とかもいらっしゃるかと思うんですけれども、実際ですね、まあ、ちょっと、この仮面に貼ることによってものすごい効果を発揮したので、おそらくですけれども、まあ、ウレタンコースとシャシー、まあ、このプラスチック製のシャシーの間がですね、こうすごい低い状態で走るとですね、ここの、まあ、時たまおそらくですけど、シャーシーとウレタンコースそのものが触れる機会があるのかなという。その時にですね、まあ、プラスチック製のシャーシーと、まあ、ウレタンコースの摩擦で、まあ、静電気が起きて、シャーシー仮面から、まあ、基板の方にこう届くように感じで、まあ、静電気がいってしまうのではないかなというふうにちょっと考えられます。なので、まあ、ちょっと、メインシャーシーの裏側にですね、このように、割と前面に近い感じで貼っていただくと、ほぼ
出ません。そのお客さんの答えでは、このように貼ってからは1回も出ませんでした。まあ、それまで3周とか5周とかで止まってたんですけど、もう何十周走っても普通に走ってられたので、まあ、効果はあるのかなというふうに思ってます。で、まあ、同じようにですね、まあ、030なんかも、まあ、こういうふうな感じで、まあ、ほぼ貼れると、貼れるであろうフラットのところにはですね、貼った方が効果あるかなというふうに思います。まあもちろんこの電池の取り外しとかに不便なところは抜いてもらった方がいいと思うんですけど、まああとスイッチとかですね。なるべくこのフラットな部分には、貼ってもらった方が効果あるかなと思います。で、特に030は基板の後端がですね、ご存知のようにアッパーカバーというか、アッパーカバーはこうあるんですけど、ロア側がですね、少し剥き出しになっているので、シャーシー仮面からまあちょっと静電気の方が届きやすいかもしれないので、まあ、この辺とかも可能でしたらガードしてあげた方がより効果はあるかなというふうに思います。はい。そんな感じでですね、まあ、ちょっと静電気の対策でお困りの方はですね、まあ、今アッパーカバーなんかにアルミテープ貼ってる方なんかはですね、一旦それちょっと剥がしていただいて、この静電気除去テープのみをシャーシー画面に貼る対策をしてちょっと試してみていただけると、かなり改善されるんじゃないかなというふうに思います。まあ今ですね、まあちょっとこのトラスコ中山さんのものを紹介しましたけど、まあおそらく市販のこの静電気除去テープっていうもので売ってるものであれば、ほぼ同等の効果は得られるんじゃないかなと思いますんで、まあ普通に一般に販売されているものですんで、まあ Amazon とかで検索していただいたり、まあもしかしたらホームセンターなんかで売ってるかもしれませんけども、まあ、ちょっとこのテープ状のですね、剥離紙ついてるタイプが多分使いやすいと思いますんで、まあ、ちょっとこれを参考に対策していただければなと思います。はい。あ、もちろんちょっとこれですね、RWD とかにも効果あると思います。今回ちょっとまあ Avo のシャーターでお見せしましたけど、同じ MR03 シャーシーなので、必ず同等の効果は得られるんじゃないかなと思いますんで、レディセットで結構静電気の問題で困ってるという方もですね、試してみていただけるといいのではないかと思います。